エムド GP40X は1977年から1978年の間にアメリカの GM、MM、m ドが製造した4度を軸の電気式ディーゼル機関車である。本形式は GP50 及び SD50 の先行量産車的な意味合いで23両が製造された。うち重量は HTB 型台車を実験的に装備していた。この台車は GP50 ではオプション対応とされたが実際に装備した GP50 はない。HTB 型台車は新たな高粘着台車としてエムドが開発したもので日本国鉄の EF63 型電気機関車が 装着した台車の逆波リンクと同じ原理で、ゴム干渉器を斜めに配置して、軸重の移動を減らし、長い軸バネを使用して、乗り心地のうちの縦揺れを改善し、メンテナンスコスト削減及び、メンテナンス期間の拡大を狙ったものであった。動輪直径が通常より2インチ、大きい42インチの動輪を使用し、ホイールベースは通常より1インチ、長かった。 しかし、新型台車は高価であったこと、鉄道会社は実績のない台車を使用することをためらったことなどから普及せず、ブロンバーグ M 型台車が引き続き装備された。GP40X の設計は、1965年に GP35 の大枠で製造された試作車両が元になっている。この試作車両は、M、MD433A と呼ばれ、 当時新設計だった645型エンジンを搭載し、4同軸の機関車としては初めて出力を3000馬力としたものであった。433A はイリノイセントラル鉄道に買い取られ、ロードナンバー3075として使用された。ラジエタの形状とエンジン形式以外は GP40X とほぼ同じ仕様であった。ありがとうございます。